この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。何かご入り用でしょうか。また来よう。酒井様、串の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか。若い男がたった一人で俗や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助立ちに行かねば。猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。手に入りにくいものが揃ってますよ。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地、全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。さあ、うちの道具を見ていってください。お譲りできるのはこれだけです。恐れながら数が足りませんね。ここで良い知らせをお待ちしてます、ね、役立つものばかり。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。くっ。
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者をすべて殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者は豊玉におる。共に見つけましょう。
こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め、罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し裏切り者を始末しよう。ここでしか見られないものばかりです。では冬の神が猛虎を滅ぼしてください。
しらの精鋭を出せ。よし。勝負しろ。発射やった。
島から出ようとしたか、島から出ようとしたか。いや！